おーい、めぐみん、いるか？夕飯の買い出しに行くから留守番を。わがばっくりスマホの前に倒せぬ敵など寝てる。そしてこいつ、夢の中でまで爆裂魔法をぶっ放すのか。身震いして仕方ないな。風邪ひかれても看病が面倒だし、毛布ぐらいかけてやるよ。あー、取り込んだ洗濯物もそのまんまじゃねえか。さっさと畳まないと洗濯物にシワがつくぞ。クズマ、こいつ夢の中でまで俺のことをクズマと。優しくしてやってるのにこの仕打ち。俺だってこの爆裂魔法バカのせいで迷惑かけられてるってのに。おーい、めぐみん、めぐみんさん。はい。起きないなら日頃の鬱憤を晴らすために顔に落書きとかいたずらしちゃいますよ。起きない。よし、今の運を肯定と受け取ろう。日頃だけではなく夢の中までクズマだのカスマだの言いやがって。さて、どんないたずらを。ちょっとめぐみん、いるかしら。潜伏。めぐみん。なんだ、寝ちゃってるのね。アクアか、なんとタイミングの悪いやつめ。今洗濯物の山が動いたような気がしたけど。なおなんだ、チョムスケか。めぐみんってば当分起きそうにないわね。一緒にゲームをやろうと思ったんだけど仕方ない。ダクネスが帰ってきたら遊んでもらおうっと。このスバ言ったようだな。あー、危ない危ない。洗濯物の山に助けられたの。お、これはなんてことだ。スティールを使ってないのにお宝をパンツを引き当ててしまったと、いかんいかん、これを喜ぶなんて変態じゃないか。あくまで洗濯物の山に飛び込んだ時の不可抗力、俺に非はない。そう、あくまで偶然だ。しかし偶然手に入れたこいつはどうするのがいいんだ。持ち帰って宝箱に入れるってのはやりすぎだし、しかし今のうちに堪能するのも少々変態だよね。って浮かれるのはこの辺にしとくか。またあのダメ神が戻ってくるとも限らない。めぐみんの部屋でパンツ持ってる姿を見られたらロリ認定どころじゃ。おい、誰がロリだか詳しく教えてもらおうか。めぐみん、お前いつから目を覚ましてた。何を慌てふためいているのですか。何かやましいことでもあるのでしょうか。別にやましいことなんて何もしてねえし。そうですか。ところで今背中に隠したものを見せてもらっていいですか。何のことだよ、俺にはさっぱりわかりません。おい、めぐみ、そんなに目を赤く輝かせて一体何しようって気だよ。いいえ、その腐り切った根性を叩き直してあげようかと思いまして。人のパンツを大喜びで高く掲げておいて、その上白を切るとは、やはりカズマは見下げたクズですね。くそー、測りやがったな。さあ選んでください。爆裂魔法の餌食になるか、アクアやダクネスに言いふらしてカスマと認定されるか、どちらが。すみませんでした。言い終
わるより先に額を床につけるその対応は見事と褒めておきましょう。ですが、私のことをロリ呼ばわりした罪は償ってもらいます。アクア助けて、変態が、変態が私の部屋に。え、ちょっとクズニート、まためぐみにちょっかいかけてるの？違う、誤解だ。誤解って、じゃあその手に持ってるパンツは何よ。謝罪でなく言い逃れしようなんて最低ね。最低どころかゲスの極みですよ。後でダクネスにも伝えておきましょう。ああ、結局こうなるのか。このスバ、このスバ、またジャイアントトードの唐揚げか。うまいんだけど、やっぱ日本の食事が食べたくなるな。ねえねえ、カズマって日本じゃどんなもの食べてたの？普通の家庭料理かな。時間になったら親が部屋の前に置いてくれてたんだよ。ヒキニートの世話なんて、ご両親がかわいそうだと思わないわけ？自分でも料理してたぞ。夜中に腹が減ったらカップラーメンを作ったり。大して変わらないわよ、ヒキニート。インスタントは料理じゃないわよ。パークスクス、こいつよし、いいだろう。本格的なラーメンを作って吠え面かかせてやる。そんなこと言ってできるの？日本と完全に同じのは無理だろうけど、麺はこの世界にも出来合い品が売ってるし、スープは肉と野菜を長時間煮込んで調味料で味付け。この世界で覚えた料理スキルを使えばなんとかなるって。ってことで買い出しに行ってくる。はいはいはい、私も手伝ってあげるわ。なんでアクアまで来るんだよ。だって私も食べたいもの、ラーメン、ラーメン。はぁ、しょうがねえな。このスバ、うん、長い道のりだった。リザードランナーの肉をベースにキャベツ等の野菜も加えてたどり着いたこの境地。3日間丁寧にじっくり煮込んだ透き通るようなスープもあと少しで完成だ。カズマ、カズマ、頼まれたものを取ってきたわよ。おお、待ってたぞアクア。はい、どうぞ。カモネギが持ってたネギをひったくってきたわ。ひったくったのかよ。まあ、いいか。ネギをぶつ切りにして入れて、もう少し煮込めば完成だ。いい匂い。ねえねえ、味見してみていいかしら。焦るなアクア、ここで味見をしては台無し。完成品を口にした時の驚きが減ってしまうぞ。最終形をみんなで一緒に味わおうぜ。はい、仕方ないわね。せっかくだ、メグミンとダクネスにも食わせてやるか。おーい、メグミン、ダクネス。クンクン、本当にいい匂いね。今まで食べたことのないごちそうを食べさせてくれるというが、これがそうなのか？もちろん、これが日本の料理、ラーメンだ。うまさに感動して泣いても知らねえぞ。本当に期待していいんでしょうね。もちろん。アクアもこっち来い、麺が伸びるぞ。私は遠慮しておくわ。実はさっきからお腹が痛くて。あ、なんだよ急に。後で食べたいって言っても知らねえからな。それじゃ手を合わせていただきます。いただきます。なんだこれは、ひどく薄味だな。お湯で麺を茹でただけじゃないですか。こんなのがカズマは好きなんですか？おかしい、透き通るようなスープだったはずだが、ちょっと透き通りすぎてる気が。一体どうなってんだ？そういえばさっき俺が目を離した瞬間があった。さてさて、体調が悪い私は先に休ませてもらおうかしら。おい、アクア、さてはつまみ食いしやがったな。スープがすっかり浄化されてるじゃねえか。俺の3日の苦労を返しやがれ。だって美味しそうだった。
んなに浄化がしたいならまたワニの湖の浄化クエストみたいなやつを探してきてやる。おっと、今度は檻から出られると思うなよ。お前が湖の出汁になる番だ。うわー、ごめんなさい、許してよ、カズマさん。はあ、どうでもいいですが、お腹が空きましたね。仕方がない、ギルドで食事をとるとしよう。うう、元の世界の味がますます恋しい。このスバ、このスバ、よう、バニルはいるか。カズマさん、こんにちは。バニルさんは朝から商品の仕入れに出かけてしまって。そっか、新商品の相談をしに来たんだけど。お、ウィズ、ここに置いてある金色の手袋は何だ。さすがお目が高いですね。それはめったに入らない一点物の魔道具なんです。仲違いした相手と仲直りしたいけど、相手の前だとつい意地を張ってしまい喧嘩になる、そんな経験ありますよね。この魔道具は握手するだけでそんな二人の喧嘩を止めることができる、それはそれは素晴らしい商品なんですよ。ウィズがそう言って素晴らしかった試しがないからな。握手したら二人の過去が丸裸になるとかじゃないだろうな。違いますよ、握手すると手が一日くっついて離れなくなるので強制的に仲直りする時間を作れるという優れものなんです。だって手が使えなければ喧嘩は起きませんからね。もちろん握手している間手袋は外せません。また妙なもん仕入れてるな。強制的にくっつけるだなんて余計に仲が悪くなる。待てよ、この魔道具で美人なお姉さんと握手すれば強制的に一緒に過ごせるってことじゃないのか。美人なお姉さんのあんな姿やこんな姿も間近で見放題。ウィズ、この魔道具一つもらおうか。このスバ、ちょっとそこの麗しいお姉さん。あら、カズマさん、どうされたのですか。お姉さんはとても運がいい。今なら魔王軍幹部を何人も倒した佐藤カズマがお近づきの印に握手してあげましょう。握手って突然ですね。何か裏があるんじゃないですか。カズマさんには女性に関する変な噂が絶えませんから。変な噂、心当たりがあるようなないような。ってとにかく今握手しないときっと後で後悔することになりますよ。魂胆があるのが丸見えです。さて、私は仕事に戻りますが、よければここにアクアさんたちを呼びましょうか。結構です。お姉さん、ちょっと待ってください。ハンカチを落としましたよ。ほら、僕の手から受け取ってください。佐藤さん、いくらなんでも露骨すぎます。一体何を企んでいるのですか。場合によっては牢屋でお聞きしますよ。結構です。いてて、足が痛くて起き上がれない。通りすがりのお姉さん、僕の手を取って起こしてくれませんか。あら、何か落ちてると思ったらカズマじゃない。助けてあげてもいいけど、借りは死ぬまで払ってもらうわよ。結構です。なんでこんなにうまくいかないんだ。そりゃ多少の心当たりはあるが、俺は魔王軍幹部すら倒したカズマさんだぞ。おいおい、どうしたカズマ。さっきから見てれば随分と下手なナンパしてるじゃねえか。うるさい、ほっとけ。まあまあ、女相手のことならこのダストさんに任せろって。それで何してたんだ。お姉さんと握手をしたかったんだよ。握手、そういや変な手袋してるな。ちょっと見せてみろよ。おい、ちょっとヨルダン、冷てえな。俺たち友達だろ、隠し事はなしといこうぜ。な、その手袋でお姉さんと握手して何するつもりだったんだ。
ダストに話すか。いや、そんなことしてめったに手に入らないこの手袋を奪われたら俺の計画が。俺に近寄るな。俺は幸せになりたいんだ。おい、カズマ。危なかった。ブラッ、おっと失礼。前をよく見ていなかったもので。大丈夫ですか？お手をどうぞ。ありがとうございます。こちらこそすみません。ってお前はポンコツルギ？ミツルギだよ。ミツルギ京也だと何度言ったらわかるんだ。佐藤カズマ、今お前に構ってる暇はないんだ。じゃあな。あれ、あれれ、あれれれれ、いつまで手を握って、離れない。手がくっついてる。このポンコツルギ。おい、お前歩くの早いぞ。もしかして喧嘩売ってんの？足の長さが違うから仕方ないとか言い出すの？何なの？いや、言ってないだろそんなこと。君がよそ見してるからじゃないか。それよりも他に外す方法は本当にないのか。お互いを褒めたたえ合ったり、仲良く買い物したり、一緒に同じもの食べたりしたけどダメだっただろ。あとやってないのは、君の屋敷で素直に一日が過ぎるのを待つしかないな。君の屋敷で。ああ、仕方ない。お前、アクアに会えるからって喜んでるだろ。ただいま。おかえりなさい。なんでこの人。お邪魔します、女神様。今日もそのお綺麗ですね。すみません、約束もなくお伺いしてしまって。カズマ、これはどういうことですか？しかもその魔剣のなんとかと手なんかつないだりして。そうだぞカズマ、私は他人の人間関係にどうこう言える立場ではないが、その唐突すぎるのではないか。いやいやいや、お前ら何言ってんの。魔道具のせいで手が離れなくなっただけだから、仕方なくだからな。突然のことですみません。お世話になったお礼は必ずしますので、一晩お邪魔させてもらえないでしょうか。嫌です。え、ただのお礼だけじゃなく欲しいものでもあるのかな。それとも何か気に障ったことがあるなら謝ろう。そういうところなのだが。なあアクア、ここは穏便に伝えてくれないだろうか。わかったわ。そこの魔剣の人、それにカズマも屋敷に入るのを禁じます。今夜は外で明かしてきてちょうだい。なんでだよ。だってこんな変なことになるなんて、カズマが悪知恵働かせたせいなんでしょ。いつものことよね。さ、反省してきなさいな。え、ちょ、扉閉めるんじゃねえ、この白邪魔だ。アクア様、僕何かお気に障るようなことしましたか？どうしてですか？この巣場、この巣場。あー、昨日は疲れた。あんなしんどいクエストは二度と受けたくない。当分は何もしないでゆっくりとしよう。昼間からゴロゴロできるこの幸せをかみしめ。カズマ、起きてください。私の爆裂魔法が役に立ちそうなクエストがありました。早速邪魔者が来たか。断る。今日は絶対休む。昨日のクエストの後でお前を担いで帰ったから疲れてるんだ。釣れないことを言うな。一撃の重さがどれほどか味わってみる価値のあるモンスターが現れたらしいんだ。そんなのどうでもいいだろう。俺はもうヘトヘトなんだよ。カズマの気持ちはわからないでもないけど、そろそろ機嫌を直して。ほら、女神であるこの私の顔に免じて。どの口が言うんだよ。いきなりフォルスファイヤー撃って敵に俺たちの居場所を知らせた。全ての元凶はどこのどいつだ。大体お前らみんな普段から俺をこき使いすぎだ。俺が疲れてる時ぐらいもっといたわれ。なるほど、お前の言いたいことはよくわかった。
要するにダクネス、これからはお前をボロ雑巾のようにこき使ってやるから覚悟しろと、そういうことだな。全然わかってないじゃないか。こんな変態や自称女神やロリッコじゃなくて、癒し系のお姉さんに優しくしてもらいたいんだよ俺は。ちょっと、自称女神って誰のことよ。謝って、深く謝って。ああ、もうここにいたらちっとも休めねえな。ああ、カズマ、どこへ行くのですか。プンプン。頭の残念なダメ神と、頭のおかしな爆裂娘と、頭の湧いた変態が住み着いてる屋敷じゃ俺の心も休まらないわけだよな。あら、カズマくん、どうしたの。エイミー、そうだ、どうせならエイミーみたいな癒し系ヒロインと一緒にダラダラ暮らしたかったな。なんだか疲れた顔をしてるわね。一体どうしたの。うん、エイミー聞いておくれよ。俺普段からすごく頑張ってるのに、アクアたちは全然褒めてくれないんだ。そうだったの。カズマくん一生懸命頑張ってるのにね。えらいえらい。そうだわ、お菓子を作ったんだけど一緒にいたな。そんなことがあったの。本当に大変だったのね。私が頭なでなでしてあげるわ。よしよし。優しさに包まれてる。アクアたちと一緒にいる時にはなかった感覚、これこそ俺が求めていた癒しだ。なあエイミー、もう一つお願いしてもいいかな。膝枕してもらえるともっと嬉しいんだけど。なんて。膝枕。もうしょうがないかね。でもカズマくんは頑張ってるし特別よ。ありがとうございます。ああ、癒される。これが母性というやつか。お菓子食べるわよね。はい、あーん、あーん、うん、もう俺アクアたちのいる屋敷には帰りたくない。今日からエイミーの家の子になる。ダメよ、心配するわよ。でもどうしてもって言うなら、今日はうちに泊まっていく。きっとミーアちゃんも喜ぶわ。こんな近くに安住の地があったなんて、どうしてもっと早く気づかなかったんだ。あ、昼飯抜いてたからお菓子だけじゃちょっと小腹が空いてきたな。まるでミーアちゃんみたいね。あ、そうだ、お弁当も作ってきてるんだけど食べる？わーい。はい、あーん、これも美味しい。まだまだあるわよ、遠慮しないで。あーん、あ、あーん、うん、美味しいけどさすがにお腹いっぱいになってきたかな。ミーアちゃんはもっと食べるわよ。はい、あーん。ミーアと比べられても胃袋の容量の限界が。大丈夫、いっぱい食べられるように胃袋を拡張してあげるから。ミーアちゃんが二人になったみたいで嬉しいわ。カズマくんがうちの子になるなら新しい食器が必要かしら。それにお洋服も買ってあげたいし、お勉強も。いや、そのそこまで本格的にエイミーのうちの子になる気は。何言ってるのよ、遠慮しないで甘えていいのよ。カズマくんだって見るからに疲れ果ててヘトヘトでかわいそうなんだもの。料理、洗濯、お掃除はみんな私がやるから。カズマくんはミーアちゃんと好きにしててね。疲れてお箸も持てないかしら。だったら
お箸を持てるようになるまで私がずっとあーんってしてあげるわね。母性が過ぎる。話を聞いてるだけで脳みそが溶けちまいそうだ。俺の勘が告げている。これは危険だ。エイミーに甘やかされ続けたらもうまともな生活には戻れない。膝枕されて美味しいもの食べたらなんだか元気になってきたぞ。そういうわけだからエイミー、ありがとな。元気になったから行くとするよ。あら残念。疲れたらいつでも来てちょうだいね。カズマくんの好きな食べ物たくさん用意しておくから。癒してもらったはずなのに、なんだこの恐怖は。俺は甘やかしてもらったはずなのに。ただいま。ようやく帰ってきましたか。まったく、どこをほっつき歩いていたのですか。カズマ、今日の洗濯当番はお前だぞ。共同生活なのだから割り当ての家事ぐらいはきちんとやってから出かけてほしい。まったくよ、俺を甘やかせとか言う前にやるべきことがあるってものよ。ちゃんと洗濯物は出しておきなさいよ。あとお腹も空いたから早く晩ご飯作ってよ。はあ、我が家に帰ってきたって感じがする。え、何か言った？いや、なんでもない。すぐにご飯を作るから。そして明日はみんなでクエストに行こうな。この芝